仮面クラゲは、くしクラゲ類のクラゲの一種である。この類では珍しい傘型のクラゲであり、外形はむしろ四方動物のクラゲに似る。その構造の独自性から、目のレベルまで独立の群とされている。全体は、傘状。袖状突起や耳状突起はない。とても柔らかくて脆弱で、 生児には刺激によって収縮し、それによって輪郭は大きく、形を変え、皿型や腕形から大きな袖状突起を持ったカブトクラゲのような形、さらには2つのボクシンググローブを向かい合わせた形にもなる。遺憾接続構造は特殊で、胃から伸びる聖夜間は、麻夜間途中、夜間に分子してゆき、添い触手側では、四後間の口側終端につながり、 半口側では、行き止まりで終わる。ソイイン島側では、クシータ列の末端の近くで、四五艦と接続して、半口側で行きど、丸一方、口側で、四五艦は瞑想した後に、隣接したソイ食種側四五艦途中、夜間の連結部分につながる。四五艦の連結は、体の四分割部で完結する。食種艦は、体となる麻薬艦の片方から分かれて出る。 上面には8列の串板列があり、いずれも、ほぼ当庁。創色種面の四後間に卵巣が発達する。大きさは、新色期祭事の個体は30から50ミリメートルで、あったが、野外観察で得られた一番広がった状態での、測定値は15センチメートルであった。あとに、深海で観察された例でも、直径15センチメートルになるものも観察されている。 ただし細部で違いも見られ、別種の可能性があるという。学名は、形の変わりやすい海のコップの意である。なお、本種の体は、極めて脆く、本種を記載した論文でこの類が脆すぎるために、一般的なプランクトン最終法では、存在が確認できないことを述べた上で、本種はこの類でもとりわけ壊れやすいためにこの、時点まで発見できなかったのも不思議ではないと述べている。 最初の発見は大西洋北部サルガス総会の海底30メートルから発見された。日本では潜水艇による深海調査で発見されるようになった。日本では冬の駿河湾から知られる。野外での観察では積極的に泳ぐ様子はなく形を変えながら漂っている。時に傘の絵も裏返るようにする、ウリクラゲに見られるような行動をする。 海中を仮面が漂っているように見えるという。カリフォルニア沖での自動操縦の潜水艇を用いて、撮影されたビデオ映像で本種が撮影されており、その行動などの調査がそれに基づいて行われている。それによると本種は海面下から水深3500メートルの範囲で観察されたが、多くの個体数が見られたのは500メートルより浅い、水域で最も多かったのは、 水深300メートル付近であった。その水深における分布はこの水域の置き網類の分布とよく一致する。捕食時にはまず本種は完全に扁平になるほどに広がり、それから不意に収縮してその仮面の海水と餌を囲い込むようにする。二つの球形が強くより集まったような形になるまで0.5秒ほど。このような状態で高校内に オキア網類が取り込まれた状態の個体も観察されている。その姿が、クシクラゲ類では例の少ない下社上、つまり、四法動物のクラゲの形であったことで注目された。その形態や異水関係の構造などが、それまでに知られたものとはっきり異なっていたため、新種記載時に新木新科新属新種として発表された。原記載論文では著者らは、 この種の四方動物のクラゲに似た形について論じ、この類で知られる、同様の形のものとして、ツノクラゲ属のルコシア・マルディコーニスの妖精がその、形や、水管系の配置において似ていることを挙げ、さらにいくつかの種と比較して論じている。以下、種として、ミネミズほか、P334 ミネミズほか、P197 ハットマリンハービーソンミネミズ、ほか、 P334 ミネミズほか、P334 マディンハービィソンミネミズほか、P197 ミネミズほか、P197 ミネミズほか、P334 以下、スイフトエトールミネミズほか、P334。ありがとうございます。